安野さんですね、まだ今長浜を歩いております。そしてですね、この、綺麗な公園に差し掛かりました。何公園かはちょっとわからないんですけども、この名もなき公園に、綺麗な公園に、差し掛かって今、順調に進んでおります。今日の琵琶湖はすごく霞んでます。向こう岸がほとんど見えます。この霞んでる琵琶湖というのも湖北の琵琶湖の、特徴らしいんですけれども、安野さん、一生懸命、手を振ってます。この手の動き可愛いですね。あ、そうそう、昨日頭の短いカッパでデビューしたんですが、安野さんには失礼ながら、美容院でパーマを待ってるようなと言ってまいしまいましたが、なかなか好評で、かわいいかわいいと、道行く人からも、今日はカッパ来てないのと、あれかわいかったよと言っていただいたんで、雨は嫌ですが、また機会があれば